いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです、今日もカクテルを作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今回、使っていく材料なんですけれども、ちょっとね、なかなかこう皆さんが想像しにくいような組み合わせの、カクテルに材料になるかなと思います。まず一つ目がですね、ブルーキュラソーっていうね、青い色が特徴のリキュールで、こちらを使っていきたいと思います。で、次に使うのが、カルピスですね。はい、もうあのみんなが、ね、大好きな、夏の風物詩カルピスですけれども、こちらも加えていきたいと思います。で、この2つをグラスに注いだ段階で一旦軽く混ぜまして、で、その上からですね、次に炭酸ですね、ソーダ、はい、こちらを加えて、で、最後に、ビールですね。はい、もう暑い時はね、ぐっと飲みたいこのビールを注いで、最後にまた軽くステアして完成っていうカクテルになります。なので、こうリキュールとシロップと、まあ、ソーダと、まあ、ビールっていうね、なかなかこう皆さんが聞きなじみないというか、まあ、全部の材料は知ってるんですけれども、あ、それ混ぜてカクテルにするのねっていう感じのね、まあ、ラインナップですけれども、こちらで、今日はカクテルを作っていきたいと思います。今回作るカクテルがマリンスノーというカクテルになります。色もね、とても綺麗ですし、まあ、飲みやすくて美味しいカクテルになっておりますので、ぜひぜひ興味がある方は作っていただけたらと思います。それでは早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料がこちらになります。じゃじゃん。まず、ブルーキュラソーですね。青がとても印象的なリキュールですけれどもね、こちらを使っていきたいと思います。ちょっと車が通りましたけれども、はい、で、合わせていく材料を順々に紹介していきます。まずはこちらカルピスです。はい、もうみんな大好きカルピスですね。こちらも、少し使っていきたいと思います。はい、で、この2つの材料をね、先に混ぜるんですけども、その後でこちらのソーダを加えていきます。はい、ソーダを加えて最後にこちら美味しいビールを注いでいきたいと思います。今回は、ね、このエビスビールを使いますけど、特別指定はありませんので、もう自分の好みのビールを使っていただけたらと思います。ビールの味はね、本当に好みがありますんでね。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回グラスはね、ちょっとこういったちょっとね、おしゃれな、まあ、グラスを用意しました。で、今冷やしてはいたんですけども、ちょっとこうね、説明してる間に、まあ、冷えたのがちょっとね、ぬるくなる時なので、中にちょっと氷入れてますけれども、氷は使わないので、最後この氷を捨てていきたいと思います。今冷やして、その冷やしを持続させているためだけに氷入れてますんでね、氷は分量外です。で、それでは早速作っていきたいと思います。では早速その氷をちょっと捨てていきたいと思います。よいしょ。よくグラスも冷えております。材料はね、全部冷やしておいた方がいいと思います。氷を使わないからですね。で、まずブルーキュラソー、こちらを30ミリ入れていきたいと思います。30ミリですね。よいしょ。はい。30ミリ入れて、次に、こちら、カルピス。こちらを20ミリ入れていきます。20ミリ。はい、20ミリですね。ここでもうね、色がちょっとこう、綺麗な、見るからね、美味しそうな色をしてますけれどもね。ここでちょっと軽くステアしておきたいと思います。ちょっとね、このグラスはステアしにくい気がしないでもないですけれども。はい、ステアしておきます。そして、炭酸ソーダですね。こちらを60ミリ入れていきたいと思います。よいしょ。60ミリです。で、これぐらいですかね。もうちょっとな気がしますけど。はい、60ミリですね。入れていきたいと思います。そして、最後にビール、こちらを100ミリですね。ちょっとパシュって言います。あ、いい音。最後にビールを100ミリ入れて完成です。まあ、このグラスだとちょうどフルアップっていう感じでしょうか。
はい、いい感じですね。そして最後にまた軽くステアして完成になります。はい、ではこちらでマリンスノーの完成になります。もう見ていただいたら分かる通り、もう色がとても美味しそうで、はい、まあ、実際味わいも美味しいんですけども、あのビールの、ね、苦味がちょっと苦手っていう方だったりすると、このブルーキラソーのオレンジの香りと、まあ、カルピスの、ね、甘い香り味わいが合わさってとても飲みやすくなってますし、まあ、ソーダも入ってますので、まあ、あんまりアルコール感も、ね、感じずに飲めるんではないかなと思います。それでもやっぱりね、ビールの、まあ、ほろ苦さというか、まあ、その、まあ、美味しい部分ではあるんですけどね、そこはちゃんと残って、主張しすぎず残ってますので、とても美味しいカクテルになってますので、ぜひぜひ興味がある方は作って飲んでいただけたらと思います。それでは本日はね、この辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。